皆さん今日は大変お忙しいところをお集めいただきましてありがとうございます。私自身の次の選挙の出馬の決意というのも本当なら先にやらなきゃいけないところを、皆さんの総会の先にやっていただきまして、でなおかつまたこの公開講座ということが先行いたしまして、次の、選挙に向けた決意というものについて、後ほどということになるんですけれども、今日はお話しさせていただくことの中に今回私自身がもう一度政治の場でチャレンジしたい、その気持ちをですねお伝えすることができるんではないかなと思っております。これから少しパワーポイントでお話させていただきますけれども、結論から言いますと、昨年の3月11日の福島原発第一原発の事故は、世界を変えたと言われておりますが、1年と2ヶ月を経ちまして、徐々にですね、その世界を変えたはずが、明日の電気が足りないので、なんとか再稼働をというですね、そうしたこう動きとして出てきているわけですけれども、私はこの後お話したいことの中のまず一つは、福島県で起きていることは静岡県で起きる可能性が極めて高い、このことが一つです。それからその意味で、福島県で起きていることは26年前のチェルノブイリ原発事故で起きていたということなんですね。ですので、今日お話しするウクライナの視察というのは静岡県で、起きる可能性が極めて高い原発震災を私たちがどうやって食い止めたらいいのだろうかということがお話の一つになります。2つ目は、今回視察というか、5日間なんですけれども、木村晋三さんというですね、獨協医科大学の、准教授ということですが、彼は国の、官僚として放射線の専門家として政府に入っていたわけですけれども、3月の11日のこの事故が起きまして、とにかく現地を調査したいということだったんですが、上司が辞めろということで、木村さんは職を辞して、だったら自分でやるということで、これは NHK の放射能汚染地図ということで、昨年3月11日の後に、大変いい番組がたくさん作られておりますけれども、その木村晋三さんがですね、ウクライナということところで、もうすでにこれまでも活動してるんですが、今回も連携していて、今回案内してもらったんですけれども、そこで言って感じたことはですね、日本政府はチェルノブイリの原発事故に大変きちんと学んでいるということです。学んでいるというのは間違って学んでいるというふうに私は思いますけれども、その意味で日本政府の福島原発事故に対する対策というのは極めて国際的であり、国際的な原子力発電所の推進を、している方々と連携しているということが、今回視察行きまして、非常に実感として感じることができました。で、3つ目はですね、私たちが、そういう中で原子力をコントロールすることができないということは、今日お集まりの皆さんは十分に、感じておられると思いますけれども、10万年という、 こう核の廃棄物の管理や、 あるいは1000年に一度の自然災害ということを私たちは経験したんですけれども、この時間の軸ということが、私たちがこれまで政治というものに関わるときに大変、短い時間の中で我々いろいろ考えていたということが、今回、ウクライナとも感じましたし、従いまして私自身が新しい来年の選挙で挑戦するとすれば、この時間軸をですね、きちんと私たちが踏まえた政治のあり方を考えなければいけないなということが3つ目になります。で、最後に、これは当たり前のことなんですけれども、国際的な連帯や支え合い、例えばチェルノブイリですね、支え合い、そして私たちが福島全国で国の中での支え合い、それから地域で孤立死や孤独死ということが私たちの日常となっている中での支え合い、
もう極めてシンプルな形で私たちが人間お互いに助け合う、こうした基盤があって初めて政治が成り立つ、まあ、そんな思いで4つのことを、まあ、このウクライナに行って今日皆さんに報告するということの、まあ、基本になりますけれども、そのことがまた来年の選挙に私自身もう一度皆さんのお力をお借りして挑戦したい、その、まあ、原点になるかなと思っております。まあ、ただ私も61歳になりました。今度は8回目の選挙ということで、最初から関わっていらっしゃる方はなんと長いというふうにですね、お考えかと思いますし、私自身忘れ物を取りに行って何を忘れたか忘れてしまうというですね、そういうことを自覚するような年代にもなっております。先日亡くなられました新藤兼人さんですか、あの方が老監督として若い世代とどう付き合うかという話があったときに、まあ、もう100歳で亡くなりましたけれども、まあ、ビデオというか映像で流れておりましたよね。挫折と試行錯誤、これが老監督の糧だというふうにまあおっしゃっておりましたけれども、本当に私自身ですね、そういう意味で7回の選挙をやらせていただきましたけれども2回、敗れております。そういう中で、本当に今日お集めの皆さんも含めて本当に助けてもらったという気持ちと、そしてまた皆さんと一緒に政治が組んでいける活動できるような基盤をまた皆さんに作っていただいたということで、感謝を申し上げたいし、これからもですね、1年間大変厳しい選挙になろうかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。それではまず、いきます。これはで、あ、これちょ、見えますか、ちょっと暗いかな、大丈夫ですか。暗いというか明るさがいいですか。これはまあ、26年ということです。今基本的にはということで、この写真はですね、チェルノブイリの原子力発電所から、大体40キロくらいですかね、離れたところにある単に教会なんですが、これ廃村です。もう誰も住んでません。そこをですね、ちょうどナロージチ地区という、まあ、ウクライナで一番汚染されている場所の帰り道に、まあ、ここに何の教会ちょっと寄らせてということで寄らせてもらいましたけど、中はちゃんともうお参りもできるようになってますけれども、この町には誰もいません。ただ一人やっぱり議長、この村の議長だった人がちょっと離れたところに今も住んでるんですけれども、ここで毎時 0.48 マイクロシーベルト、今日はそこの教会の前で測ったんですけれども、まあ、26年経って、まあ、それくらいだということになります。次お願いします。今回のですね、コースはこれはウクライナになります。でウクライナで国会で、このドニエプル川っていうのがこの真ん中のちょっと斜めに流れているところの川ですけど、その先に今、タンクのっていうか原子力発電所の日記を書いてある、あれが原子力発電所で、でナロージチという地区、これが全体160万人くらいの、まあまあ、県というか、まあ、昔でいう軍みたいな感じなんですけれども、そういう、まあ、形でキエフがちょっと東の方にありますけれども、でこの全体はごめんなさい、ジトーミル州が160万です。でそこの首都がジトーミル市ということで、まあ、人口30万くらい でその中にナロージチ地区というところがありまして、ここが人口3万人の町なんですけど、ここはほぼ全域が汚染ゾーンになった、で今でもウクライナの中で一番汚染されている、まあ、地域ということになりまして、ナロージチ地区3万人ですが、実際は1万人2万人の方が脱出しております。次お願いします。で、まあ、私がなぜということで、まあ、今お話ししましたように、一番上はこれはいわき市、3月19日に行った時の、港のバマ港のですね、船の状態ですね。でその3月月末に静岡市とか一緒になって支援物資をいわき市に届けてくれまして、で今右に映ったのは菅野村長、全村避難の菅野飯舘村の村長ですね。で下の真ん中で3月に福島の飯舘村の子どもたち11世帯28名の方を有機の森で、自然遊びした。でまあ、この経験の中で、一番左が木村さんという方ですが、この方ですね、私、まあ、そこで
福島原発震災情報連絡センターという、まあ、全国の無所属の議員になるんですが、140名くらいで福島のこの現状をなんとか支援する助ける法律を作ることが必要だということで、特に自治体の議員は現場ということをきちんと把握できるということで、この、まあ、組織を作ったことになります。で、一番右側がですね、これ海藤雄一さん、今は日弁連事務総長、まあ、退任されましたけれども、まあ、私たちが考えたことは放射能被曝援護法、放射能に被曝した特に子どもたちを応援するですね、医療費のこととか被曝のこととか、そうした法律を作ろうということで、昨年の8月に日弁連に申し入れをしました。で、今年の1月に海藤さんに来ていただいて、日弁連として の支援法律を作ってくれたんですね。で、そのことがきっかけになりまして、民主党与党案とそれから野党の皆さんがそれぞれ法律案を作って、今調整をして、一応まあ全与党野党がまとまった法律案ができたんですけれども、これが政府の方がお金がないっつってなかなか進まないという段階になります。はい、お願いします。で、これなんか右がなくなってますね。左が福島ですね。そして一番右にこうチェルノブイリがあって、下が浜岡ということで、これはさっきお話したことです。福島県で起きていることは静岡県で起きる可能性は極めて高い。福島県で起きたことはチェルノブイリで26年に起きていたということになります。次お願いします。で、これが奈良尾地区、先ほど の70キロぐらい離れているというところになるんですが、実は今回の視察の目的はこの法律を作るため の、まあ、現地調査ということが目的になります。で、ここにありますが、一応あとでちょっと説明しますけれど、ソ連は事故が起きて4つの汚染ゾーンを作りました。4つの汚染ゾーン、一番上、一番下がですね、まあ、これちょっと数字なんで皆さんも分かりづらい、まあ、新聞等で見てるとあれですけれども、1ミリシーベルト、1年間に浴びてもいい外部被曝内部化を合わせて1ミリシーベルトの以下 0.5 から1のところがここのゾーンになりまして、まあ、監視放射の監視区域なんですね。で、ここの第3ゾーンというのが1ミリシーベルトから5ミリシーベルトというラインのところで、これは住んでもいいけれども出たい人については交通費や住宅費やさまざま保証しますよというのが1ミリから5ミリです。で、ここがですね、5ミリから15ミリ第3ゾーン、これは全部移住です、基本的に。で、一番上は15から、まあ、50、まあ、これはもう即というか、ここはもう誰も住んじゃいかんよという、まあ、一応4つのゾーンに分けたんですけど、奈良尾地地区っていうのはこれ全部が出たら全部が汚染地帯に入ったんですね。で、この赤いのが一番まあ、危険なところということになりますけれども、26年を経て、まあ、こういう状態が続いているということになります。はい、次お願いします。で、今お話ししましたチェルノブイリの4つの区分というのは、これそれぞれここの右に 0.5 以上1まで、1から1以上で1から5ですね、それから5から15、15から上というですね。で、チェルノブイリの場合には放射能がセシウムだけじゃなくてストロンチウム、プルトニウム合わせてということで、土壌の汚染で汚染の場所を決めて区分をしていった。さっき の奈良尾地地区を区分したのは土壌ですね。で、まあ、私今回行ってって言いますか、実はこの法律とか中身は日本では結局京大の今中さんたち、まあ、京大 の原子炉研究所グループが直接にかなり翻訳したりとかなんかして、大体まあ日本におけるチェルノブイリの情報はまあ彼らの、まあ、貢献ですね。で、彼らの偉いところは6人の方が要するに教授にならなかったという、この助手で続けたということですよね。はい、次お願いします。で、これは福島県ですけれども、福島県ですね、ここ警戒区域というのがあって、いくつかこう分けましたけれども、居住困難区域というのがここにこうあるんですけれども、まあ、これは50ミリシーベルト、まあ、この辺もまあ50ミリシーベルトぐらいということになっているんですが、基本的に日本政府は20ミリを基本にしてますよね。20ミリを。で、20ミリ以上か以下か、以下でも除去できるかどうかという形の分け方をしてまして、遠くでちょっと小さい字で見えないんですけれども、
まあ、基本的にはここで知っていただきたいことは20ミリシーベルトを基本にしてますよということなんですね。でさっきのソ連は5ミリシーベルト以上は異常なんですよね。ここに日本政府とソ連の全く基本的な望み方が違ってますと。で6月の4日5日6日と8月にワクワクピクニックの方で、子どもたちまた受けれるもんですから、職員の小沢君と一緒に南相馬に行くんですけど、南相馬は非常に複雑な居住困難区域から避難 の, 計画区域から、鑑賞区域から全部これ4つ同じ市の中にあるということで、南相馬は大変どういう形で町を成り立つかというのは非常に難しい状態ですよね。で、いわき市に向くんですけど、いわき市も実はこの中に入ってないんですけど、志田明というここのちょっと外れたところにホットスポットがあってということで、まあ、これは木村さんがずっと続けているところですけれども、これが日本政府 の汚染区分なんですよね。でソ連と違うということをまずご認識したいと思います。はい、次お願いします。で、まあ、これはさっきもう一度4区分が出てきますけれども、まあ、これは1480とか、まあ、これは土壌の汚染でやってますけれども、まあ、基本的にはさっき言いました第4、これ4つありますけれども、第4ゾーンが、まあ、0.5 から1ミリまでの監視、1から5まで、5から15、15から上ということですけど、日本は全部20ミリで移住するかどうかとか、除染だとかいう議論をしているということなんですよね。でなぜ日本は5ミリにしないのかというところが、まあ、一番問題になると思います。はい、次お願いします。でそういう現状の中で、これは静岡県ですよね。でここに浜岡の原子発電所があります。でこれは今年昨、2月ぐらいですか、静岡県がスピーディーを使って、これ1ベクレルという放射能がここ4号炉が出たらどうなるかということを1月1日、2月1日、3月1日って12の1日の毎年の風向、風、雨なんとかを含めて分析した時の分析図ですけれども、ここから一旦海に出ます。それから北に向かって焼津からですね入って駿河区、青井区、清水区まで放射能が流れますよという分析はされているわけです。でこれが実際起きたらどういう区分に私たちが住んでいる場所がなるかと。でソ連だと1ミリから5ミリだったら皆さん逃げましょう、5ミリ以上はもう即にもう義務的ですよということですけど、我々の住んでいるこの静岡市が、まあ、ここから50キロ離れてますけど、どのゾーンに区分されるかということが私たちが考えておかなければならないことになります。はい、次お願いします。で今政府は新しい、防災ということで、この3つの概念ということで PAZ とか UPZ とか PPZ とか、なんかちょっと言葉の意味はここに書いたらちょっと分かりづらいんですが、少なくも要するにこの50キロのところに静岡市が入るということですね。静岡市が入るということは要素の、まあ、常備地域になるんですけれども、さっき言いましたようにちょっともう一度戻ってもらっていいですか、これですね。だから50キロってこの辺こう来るわけですけど、放射能はこう流れますよと。でこれは西風が一応基本に、静岡県西風は大体 70% くらいでしたっけ、あれということなんで、一番確率が高いということですね。はい、次お願いします。次お願いします。でこれがまあ自治体別見た時の50キロのラインというのはあそこですよ、なんか一番外側になりまして、私たち、まあ、本当は静岡県が一番最初に地震が来て被災がというふうに言われたんですけども、かろうじてというか、まあ、地震が起きずに今いるということですが、30年以内に 87% ですかということになって、最近は3連動ということなので、さまざまな政治や私たちの暮らしや将来を考える上でも、防災という観点でこの問題はやっぱり無視はできないということになります。はい、次お願いします。で最初にですね、ウクライナの大使館に来ました。この坂田これ春和さんっていうんですかね、東市が大使なんですけど、彼は実は昨年10月まで文部科学省の次官だったんですよね。
つまり原子力を地震が起きたスピーディーとかなんかを管轄してた部署の最大の責任者ですよね。で、時間ですから、私時間だからやめたらどっか外郭に行くのかなと思ったら、いや彼の場合はウクライナの大使ということで、で、どうして彼がウクライナにいるのかなっていろいろ考えたんですが、でも彼は非常にいいことを言ってます。とにかく皆さん来てくれて、日本のためにぜひ尽くしてほしいと。ウクライナのチェルノブイリで学んだ、いいとこ悪いとこ全部見てくださいと。で、同時にですね、彼が言ったのはここが非常にポイントなんですけど、福島の事故の経験をとにかく事故原因から処理から、そういうものが復旧復興に向かっていく、そういう世界のチェルノブイリとは違った意味での現場であるから、この現場の経験というのを世界に発信して、同時に世界の原発事故が起きた時には世界が支援をする、IMF じゃないんですけど、そういうものを作るべきだと、はるか遠くに私はそう思うっていうふうに今彼は言って、ぜひ皆さん私の考えのことも取り入れてくれという話をして、そして3つ目に、彼言ってなるほどなと思いましたが、実はチェルノブイリ視察は事故が起きてから、3月の段階で33団体が来たそうです。日本から政府から民間から何から33の団体が来てんだけど、結局それは何を学んでるのかなという、ことで、彼がそれでいいとこ悪いとこって言ってるんですけれども、で私の意見というか、私はこの話を聞いて、とにかく政府はチェルノブイリと非常に学んでるなというのが実感として感じました。それから天野、これは吉谷さんというんですかね、 IEA の大文字の IEA 事務局長、これは日本人ですよね。私はやっぱり坂田さんとこの天野さんの連携っていうのは福島の対策に非常に大きな意味を持ってるなっていうのを感じました。で、これは訪問団でなんかいろいろ議論したんですけど、福島県には最初山下教授って長崎大学の100ミリシーベルトまでは安全だと言ったこの教授がなんで福島に来たのかなと、でいろいろ今福島県の NGO の方々が調べてるらしいんですけど、福島県は一切要請してないらしいですね。なんだか違うと来ることになっちゃったということで、どうもこれは IAEA がこれ彼らチェルノブイリも言ってますから、彼らがやっぱり福島に入れるべきだと言ったんじゃないかという説が今、法の中で議論となりました。あとこれは坂田さんが言ってましたけど、日本は本当にチェルノブイリのために政府は、政府や民間も含めて貢献すると大変感謝されているという話をしてくれました。はい、次お願いします。で次にですね、ですから目的は法律案を作るということになるので、汚染ゾーンをどうやって分けたかということで、ウクライナの非常事態省というところに行きました。3人の方全部女性なんですね、住民法課ということで、カタカナスコツって名前ありますけど、医療の専門家、法律の専門家、それから社会保障の専門家という3人がそれぞれ法律がどうできたかっていう話をしてくれたわけですが、チェルノブイリの実は法律というのは1991年にできています。86年の後から5年かかってるんですね。つまり最初の3年間はソ連政府は全部秘密、事故は大したことがないということで情報を一切出さないというやり方で、 IAEA とも連携取りながらとにかく調べに来て安心だということを言ってくれという形のことをやっていたんですが、ソ連がベラルーシとロシアとウクライナに分かれますけれども、ベラルーシ、当時はまだ独立してませんけれども、ベラルーシの学者や政府がそのソ連政府に対して極めて抗議というか全然違うという抗議の活動とか運動があって法律ができているということなんですね。ソ連政府ですから自主的に作った法律じゃないということになります。で、その法律っていうのは後でもうちょっと触れますけれども、一応汚染はですね、さっき言った4ゾーンに分けた区は26年間で最初2293あったと、2293あった、それが今273にまで減りました、改善してますということで、これはおそらく多分そうなんだろうと思うんですが、改善26年間で、10分の1に汚染は低くなりましたよと。で、私たちが皆さん法律を作りたいというのは、私たちは犯した過ちは2つありますと。1つは正確な情報を住民に提供しなかったこと、
これはやっぱり間違ってたと。だけれども情報をたくさん出せばいいってもんじゃないと、不安が広がってかえって混乱しますと。出さなかったことは間違いだけれども出し方は注意してくださいというのが一つと、それから被災者に対して一時的保障にすべきか恒久的な社会保障制度にするかということで、このチェルノブイリ法というのは恒久的な社会保障制度の法律だったんですね。でこれは間違ってた、一時的にすればよかったと言ってるんですね。でこれ日本政府これ学んでますね。これはで社会保障制度というのは先ほど言いましたように移住するとか住宅とか年金を早く出すとか医療費が無料とか所得税の減免とか、もうあらゆる形の被災者に対する保障になっているんですね。で財源が大変だということなんですけれども、で3つ目がこれ非常に強調してましたけど、精神的ケアを怠ってソ連では被災者を外に出すとかいろんな対策は取ったんだけれども、ストレスの解消のための努力をしなかったと。でこれはソ連が心理学とかなんかでもともと認めてないっていう国だったってこともあるんですけど、今は一応ロシア、ウクライナの中にナロージチ地区含めて5カ所に設置してあります。これは非常に重要ですと。放射能の汚染、ここが非常にあるんですけど、放射能の汚染もそうだけれどもストレス解消のための対策をした方がずっと大事ですよってことをここでは言ってるんですね。でもこれは日本政府も放射能怖い怖いじゃないよと、ストレス解消、かえってストレスがある方ががんが発生するよって、よく政府言いますけど、こういう話を聞いてるんですね。それからあと4つ目が、これは日本と全く同じなんですけど、財源の不足、改善で放射能が少なくなったということで法律改正したいと、1991年のところが、これ事務方が言うんですけどね、改正して浮いた財源で地域の産業を起こしたいということと、それからもう一つは政治家っていうのは選挙で当選したいもんだから大衆迎合主義で住民の声に耳ばっかり傾けちゃって法律改正をちっともやってくれないということを3人の方が一様にして言ってましたね。でこれはやっぱり今の日本の置かれている状況に似てるって似てるんですけれども、非常事態省としては皆さん法律を作るときにはこういうことに注意してやってくださいという話を聞いてきました。はい、次お願いします。でこれが汚染地図ですね。で今回はじ資料としては一応なんか日本政府も入手してるらしいんですけど、我々民間というかこの資料をいただきました。で上の方が1986年の、さっき言った汚染状況、こういうところが一番第4ゾーンになるんですけど、やっぱりこれ去年ですね、やっぱり薄くなってますから少しずつ解消はしているということで、一応これ冊子で40ページぐらいあるんで、もうちょっと翻訳をして日本の福島なんか役立ったいなと思ってますけれども、何しろロシア語とウクライナ語なものですからさっぱりわからないという、英語も全く通じませんしですね本当にこれはなかなか大変ですけれども、こういう一応彼らとしてこういう資料を作ってますよということになります。はい、次お願いします。でもう一度じゃあそのナロージチ州というのはどういうところかということで、これ1兆34って書いてある、これちょっと間違えて64みたいですね。で3万人いましたけど今は1万人です。2万人の方が脱出しましたということで、そこにですね、それぞれ64の町にそれぞれ議会がある。でこのナロージチにも議会、軍の議会があるということで、でここはですね結局3年ですよね、3年間の間全然汚染ということとか全部秘密にされてたという、ことで相当に被曝をしたわけです。はい、次お願いします。でこの町70キロ離れているところに一番 左の上が、石碑なんですけど、86年に亡くなった町が4つ名前が書かれています。つまり全部脱出ということですね。で右の方がその隣に並んでるんですけど、1990年に15の町がこの名前が書いてありまして、これも全部ですから3年経った後に脱出したらしいんですけど、
で、私が立っている左が役場の前ですが、この役場の、行政庁というか、行政庁は大統領の任命制で選挙じゃないようです。議会は選挙ですが、でこれは役場の前にですね、これもあの石の壁なんですけど、こうこの字型っていうか立って、そこにあの行政庁の方立っていただいてるんですが、ここに何がこう書いてあるかというと、これはですね、名古屋の川田正治さん、去年この総会に来ていただきましたけれども、彼らが汚染された土壌を放射能を、まあ、除去するということで菜の花畑っていうのを、菜の花を作ってセシウムを吸収して、それで種は油を作って、それでセシウムが入った茎とかなんかは燃やして燃料にして、そこの放射能をちゃんと外に出ないようにして、まあ、循環させるという形の活動で、これがすごく地元では評価されていて、まあ、こういう形の石碑っていうんですか、いうことも作られているということになります。でこれをやった川田さんという方は、やっぱりあの方々と同じ兄弟グループと同じで、名古屋の、まあ、なんですか、教授にならなかったというか、助手でずっとやり続けた人だった方ですよね、はい、次お願いします。で、その奈良地の中の、これはちょっと動画ではあるんですけど、写真一枚なんですが、測定所の放射能測定所です。毎日測定してるんですね、ここで。で、まあ、行政庁、先ほどその行政庁の方が、まあ、言ったことが6つ書いたんですけれども、とにかく非常事態省は改善したと、それでその法律を改正して、地域の復興のためになって言ってるけど、まあ、彼は全然またそんなことありませんよと、私は2年間ここに赴任されたけど、非常事態省の幹部は誰一人来たことがないという話をしました。それからここにいる子どもたち、今1万人いて2000人近くの子どもたちらしいんですけど、まあ、放射能に影響されたという、まあ、言い方ということなんですが、まあ、病気を持たない子どもはいませんよと、それから移住の権利を持った人たちが、いるんだけど、お金がなくてなかなか大変だと。で、医療費は無料って言うけれども、現実にはもう、今お金がない、ないというのは、ソ連政府の時代と独立して3つに分かれて、やっぱりソ連政府の時代は全体で災害対策やってたんで、法律もできたし財源もあったんですが、まあ、独立してからもう財源がないと。だから1年間に病院を運営するための交付金、実際に必要の3分の1しかくれないもんだから、3分の2が結局は被災者が無料というか有料になっているよという話。それから、まあ、そういう中で自分たちはその名古屋のグループと連携して菜の花プロジェクトを受けて、でこの事業自体が国の支援事業、あるいは日本の JICA の支援事業にもなり、まあ、地域の活性化でやっているよと、という話と、で最後にやっぱソ連の時代が良かったと、こういう、まあ、発言なんですね。で、まあ、これは評価いろいろありますけれども、まあ、災害対策、放射能被爆対策という意味においては、今ウクライナ政府が十分にできないという現状についての、まあ、不満だろうと思います。はい、次お願いします。で、まあ、子どもたちは首都からですね、まあ、年に2回くらい健康診断ということで、子どもたちの巡回を行われてますよと。はい、次お願いします。で、まあ、こういう形でここに、まあ、病気のことちょっと書いてあって、東京ちょっと見えないんですけれども、まあ、大体がんのことがいろいろ議論になるんですけど、実は低線量被曝というのはがんだけじゃなくて心臓の病気、まあ、甲状腺がんが一番大きなものですけれども、心臓というのは結構大きな病気になってきているということで、だんだんこう分かりつつあるんですけれども、この低線量被曝の問題はきちんとした報告書が少なくて、まあ、チェルノブイリが一番、まあ、今のところは新しい情報かと思いますけれども、はい、次お願いします。で、まあ、これはその上がベラルーシ、下がウクライナで、原子力発電所に疑問を持っている学者の皆さんの調査、その調査で1986年がここですけれども、甲状腺がどういうふうにこう増えていったかということが、まあ、書いてありますけれども、確実にこれは増えているので、まあ、福島で4年か5年後に甲状腺が増えることは、これはまあ間違いないだろうというふうに思いますけれども、はい、次お願いします。で、
さっき言いました国際的には1991年5月に国際チェルノブイリプロジェクト報告会があって、それで日本からも行ってんですよね、放射線研究、広島長崎を経験してますから行ったんですが、あそこの報告は汚染に伴う健康障害は認められない、1991年に国際的な報告してるんですね。法律が一応そうやってできてる時代にもかかわらずこういう報告がされてると。で10年経ってチェルノブイリ10周年、さすがにここでは無視できなくて、承認甲状腺のがんはあるよということは国際的には一応認めた、10年かかったということなんですよね。でここにはなぜそういうことが起きたかということで、IAEA と WHO、やっぱ財政支援するから WHO でさまざまな、だから原子力のマイナスのところは抑えようよという、そういう裏取引があったんじゃないかと、いうふうに言われておりますけれども、さっきの坂田文部科学省次官がウクライナに今いて、IAEA の事務局長と、いろんな形で日本との窓口になっていると思うんですけれども、やっぱこの国際的な陰謀というのは依然として続いているんではないかというふうに思います。はい、次お願いします。で、そういう中で、今までは今中さん、兄弟グループとか川田さんとか、彼らは我々の世代なんですね。で木村さんというのは我々も20歳若い学者で、彼が言うには今中さんや川田さんじゃ全然若い世代を育てなかったじゃないかと批判をしながらやってるんですよね。なんか私が言われてるような感じがするんですけれども、で、彼はウクライナナロジ地区に入って独自の調査活動、子どもたちのですね、健康について調査したり、はい、次お願いします。でも結論、ちょっと飛ばしますけど、とにかく実際血液のヘモグロビンとか、赤血球白血球にいろんな問題があると、いうことで、結局がんってある活性酸素が体内に増えることでがん のそういう細胞の方に影響するということ でこの活性酸素が放射能による被ばくによるものと、それに基づくストレスによってもという、ことの研究が、どんどん進んでますけれども、ここのところが、難しいんですけど、低線量被曝の確固たるした論拠ってまだ明確じゃないと、いう中で、過剰にそこのところ反応する部分と基本的な放射線学のところで反応する部分、分かれてしまうんですけれども、あれ先進みましたね、これ何だろう。戻れますか。はい、もう最後の近づいてます。はい。はい。はい。あれ？あれ？はい、で、次お願いします。で、これは福島の現状というか、東京にちょっと見にくいんですが、福島県のこのそれぞれの町の、今1時間あたりの放射能の量が書かれております。これは去年の9月です。で、放射能ドクロマークは、放射線管理区域ということで、病院なんかで入っちゃいけませんよというふうに書いてあるところですけれども、そこの数字っていうのが1時間あたり 0.6 マイクロシーベルト、ちょっと数字なんで分かりづらいですけど、0.6 というのが基準になっていて、1年間に5ミリシーベルト、これ時間はちょっと間違えてますね、いらないんですが、専門で働く人でも1年間で5ミリシーベルトまでですよと。でこれを超えると、労働災害とかなんか対象にこうなっていくわけですけれども、これ 0.6 ですけれども、福島では、福島市がここで 1.10、 伊達市が 0.71、 二本松が 0.98、本宮市が 0.62、 郡山が 0.86 ということになりますので、ソ連の法律でいきますと、これは移住対象になります。で、日本は二重って言ってますから、あるいは外に出したくないということもあるんでしょうか。で、実際1ミリシーベルトというのは 0.11 ぐらいというのが、12ぐらいですから、それぐらいが、限界値で、福島県は割といわき市が非常に低いですね。いわき市が非常に低くて、今いわき市は復興バブルっていうんでしょうか、原発を計画直すためとかいろんなことで
むちゃくちゃなバブルで、なおかつ南相馬の方も、まあ、除染でバブルということで、私たち、まあ、4、5、6行きますが、ホテルが取れないっていう、まあ、本当にそういう状況が続いています。まあ、その意味で、福島なんかはもう、ソ連の法律でいくと、移住対象ですよということです。はい、次お願いします。で、まあ、このリスクについて、これ、いろんな考え方があります。怖いというところと、まあ、で木村さんという人の意見はですね、とにかく放射線学についてみんなに知ってもらいたいよと、正しく怖がってくれっていうのが、まあ、彼の立場で、まあ、彼が、まあ、これは専門家みんな分かってるわけですけれども、今我々の体内にもカリウム40があって3000から4000ベクレルありますよと、体の中に。でこの体の被曝量というのは 0.17 マイクロシーベルトですよと。で我々自身が我々の体の中で被曝してますよと。でそれによって、まあ、それはその長い間の年月もありますから、ということでの、まあ、がんでの寄与とか何回というのは少ないわけですけど、ゼロじゃないわけですね。まあ、そういう形でのちょっと放射線についてはもっと基礎学をきちっとやってくれというのが、まあ、木村さんですね。はい、次お願いします。でこれで、まあ、非常に分かりづらいというのが、まあ、よく言う放射能のと健康の、まあ、影響ということで、下が放射能のたくさん浴びる量ですね、上ががんの発生率ということで、でこれはたくさん浴びればたくさんがんが発生しますよという形の、まあ、よくある敷地のない直線仮説というやつで、ラドン汚染に入れば健康になりますよっていうのは、ここがマイナスになるっていうか、そういうことなんですよね。浴びれば健康になりますよと、そういう考え方もありますし、この直線じゃなくて低線量の方が高い発生がんになりますよという考え方もあるし、まあ、5つぐらいの学説がありますけれども、結局わからないというのはこの敷地がないというんだけれども、低線量のところが結局自然今の人工的放射能がなくても発生するがんの数字と、放射能を微量浴びることによって発生するがんの今までの報告の数のところに行くと、結局その数が低いもんだから自然の状態で発生するがんの変化の中に組み込まれてしまって分かりませんよと、まあ、いうふうになっていて、まあ、ここが一番 の放射能の、まあ、議論するときの論戦になるところになるわけです、はい、次お願いします。でこれはさっきの、まあ、もう終わりの方に近づいてますけど、教会が出ていたすぐ近くの放射能のホット区域、全然住民に明らかにされなかったというのは地図ですね。はい、次お願いします。でこれは放射能線地図で NHK で出てきたこの議長さん、これ議長さんのうちの祖母も言ってきましたけれども、まあ、こうした子どもたちの中に今がんとかいろいろ出てますよと。はい、次お願いします。でこれがさっきの教会で、すぐそばに道を挟んで、これは独ソ戦、ウクライナにソ連と戦った戦勝記念がすっごいあちこちたくさんあって、道を挟んで、まあ、これがありますけど、ここ今誰も住んでいない状態です。ベリキークリシムラですね。はい、次お願いします。でさっき言った菜の花畑で、まあ、この菜の花でさっき言いましたように油を取って経営で茎は燃やしてセシウムを取り出しますということで、この方が学者、この方が竹内さんといって名古屋のグループの方で、18年間ウクライナに住んでこの問題、まあ、派遣員ということをやってるんですが、18年間いるんで、ウクライナのキエフにはなんか日本人は200人くらいしかいなくて、3番目に一番長い人なんだそうですけれども、まあ、そういう方々がいろんないろんな情報が出てきましたということですが、今菜の花畑がうっそうとっていうか、もちろん周りは誰も人は住んでません、住んでないところでこういう実験が繰り返されております。まあ、とてもこれは地元では評価されております。はい、次お願いします。でこれがですね、キエフにある地球環境科学研究所というところで、学者の方はちょっと名前忘れましたが、木村さんと合同で新しい、測定器の開発を、まあ、されてまして、今ベラルーシ製っていうか日本は結構それ輸入してるんですけれども、これは木村さんが関わっているということで、非常に日本語対応にできたいい装置で、普通6ベクレルを測るのに、まあ、10何時間とかかかるんですが、これ5分で測れちゃうという160万円ということで、破格の
装置をですね、木村さん開発されて、とにかく小学校の各学校で全部これを置けっていうのは彼の、福島はもちろんですけどね、全国を含めて。で、内部被曝を、とにかく測定していかなきゃいけないよということで、この装置をですね、なんとかこう福島に持ち込みたいというふうに言っておりました。はい、次お願いします。ですから私のそれ最後の結論は、先ほど最初に言いましたけれども、10万年と1000年に一度のこの自然災害というこの時間軸というのが、これまでの社会や政治のあり方を大きくも変えつつあるということで、この原子力発電所、地方の犠牲と働いている人の被曝で原子力が成り立っているということを改めて考え直そうじゃないでしょうかと。で、国際的にも全国的にも地域的にも人の助け合いということで、で、静岡県のですね、浜岡を抱えて私たちが、この福島、チェルノブイリの経験を生かして、私たちがこうした境遇にならないように、どうしたらいいかを真剣に考えたいということが、私の最後の結論になります。最後に1枚だけお願いします。これは何でしょうか。これは人間 のレントゲンを撮ったところですよね。レントゲンを撮って、実はこれちょっと遠くで見えないんですけど、ここにこれ斑点が映ってるんですけど、これがですね、新潟県で中山さんという歯医者さんが今自分の仲間からこうもらってあちこち公開してるんですけれども、福島の事故が起きた後で、5月とか6月ぐらいですかね。つまりレントゲンを取る部屋に放射性物質が舞ってますよということを示す写真なんですけれども、そういう汚染状況が実は全国的に広がっていたんですよという話で、 X 線を撮るときにこの言った方も、静岡でもひょっとしたらこういう写真があるのかもしれないんですけれども、いうことで、それくらいに私たちが汚染をされてしまっているこの社会といいますか、私たち静岡市で、それはもちろん福島に比べれば低レベルですけれども、汚染をされている、そこから自己防御をしながら、この汚染そのものはゼロにはなかなかできないわけですから、そこと共存せざるを得ないところがあって、そこの中で瓦礫の問題なども考えていかなきゃいけない問題だと思いますけれども、いうことで、一応報告の方は、終わらせていただく格好になります。ちょっと長い話になりましたけれども、ありがとうございました。